だからさっき申し上げたように賃金が上がるような状況ではない中で物価高だけがどんどん進んでスーパー行くたんびに値上がりしていると、これ本当にですね、もうまさにラサルさんおっしゃられた通りで、自民党の支持者であろうが公明党の支持者であろうがネトウヨであろうがみんな生活痛むんですよ。いやそうですよ。だからなんか自分たちだけは大丈夫みたいに思ってた人たちもう大丈夫じゃないので、これ、うん、もういつまでそこに任してるんだっていう、それでその、まあ、じゃあ自民党あんまダメだって言って、じゃあ、どこにしよう、じゃあ維新頑張ろう、頑張ってるみたい、まあ、頑張ってる感だけはすごい出すから、言うんだけど、僕はいつも、自民党がダメだから維新っていう選択肢はありませんと。そうです。なんだから、だから自民党がダメだから維新っていうことは、あ、地震が来たって言って屋上から飛び降りるようなもんだって言ってるんですよ。なるほど、そうですよね。